はい、お疲れ様です。ですね、今日はですね、この箱についてちょっとお話ししたいと思います。私の箱なんですけど、アイリスの箱かな。はい、ちょっと細かい型番は細かい型番はですね、表示させたいと思います。で、こんな感じになっております。はい、でここでロックできる感じなんですけども、でこれはこのままだと外れちゃうんで、ボルトで留めております。こんな感じですね。こんな感じで2箇所で留めております。でこんな感じですね、中は2箇所で留めております。今日はですね、4箇所留めにしようかなと思って、2箇所だと仮にこれぶっ飛んだ場合とんでもないことになるんで、一応4箇所で留めるように今日はね、これを改造したいと思います。はい、そして蓋なんですけども、こんな感じになっております。ここに穴を開けてですね、番線で留めて、これが取れないようにしておりますね。はい、こうしないとですね、あっという間にこれが飛んでいくんで、こんな感じにした方がいいと思いますと。はい、ということでこの箱を外していきたいと思います。はい、ですね、外すとこんな感じです。ここが M6 だったんですけども、こっちもう一つ上のサイズですねミスった。ちょっとこっちに合うボルト買ってきます。ステンレスね、錆びないやつですね。錆びないちょっとステンレスのねボルト買ってきますわ。で外した箱がこんな感じです。でこれで気をつけることがあるって、ここです。ですね、ここにガッとなんていうかな、足があったんですけど、これ全部削ぎ落としました。ここをフラットにしました。でそうしないとですね、ちょっとガタつきがひどかったんで、ちょっとここら辺フラットにすることによってガタつきがなくなって、なんかガッチリとしたね箱が作れると思うんでね、ぜひとも、はい、よろしくお願いしますとりあえずボルト買ってきます。はい、買ってきました。 M8 とワッシャーですね。あとこれ M6 のやつですね、前使ってたやつ。でこの M8 のボルトをですね、ここにぶち込むと、ちょっと穴ちっちゃいんで、これを広げたいと思います。でこれをですね、広げるのにハンダゴを使います。ハンダゴでこれでガッとやるとハンダゴでいろいろ役に立ってですね、ここら辺の全部穴を開けたハンダゴなんですけども、ここもですね。でここはあれだな、排水ですね。水が出るよう、水溜まっちゃうんで、これ水を出すのにちょっと穴をちょっと開けております。はい、私はこんな感じですね。ニュルニュルとこんな感じでやっております。はい、こんな感じに。こんな感じでバリも取れるんで、ね、あまり見栄え気にしない方はぜひともやってみてください。はい、こんな感じになっております。こことこことこことここですね。穴が合ってるんでね、あとはボルトぶっ刺すだけなんですけど、今回はですね、ゴムマットも薄いやつなんですけど、ゴムマットもちょっと余ってるんで、ここに敷きたいと思います。ここですね、ベッて入れたいと思います。ゴムラバーでございます。取り付けていきたいと思います。はい、ボルトつけました、4箇所。いやこれもうね、取れる気配ないですねこれ。2箇所で、ですね、2箇所しか止めてなかった時、ちょっと風で煽られた時、この箱ぶっ飛ぶんじゃないかなと思って心配しながら運転してたんですけど、まあ4箇所だったら確実に大丈夫だとは思いますと。はい、ということで、ハンターカブ JA65 のリアキャリアにですね、もうアイリス大山のでっかい箱をつけてみたという動画でした。お疲れ様です。